ホワクトの剣レジェンドリバイバー。どうも、こんばんは。ホワクトの剣を始めます。今再び伝説が蘇る。ストリーモードで今日は行こうと思っております。前回キリのいいところで終わったはずなんでね。皆さん花粉症はどうですか？ひどくないですか？僕はちょっとひどいですね。今年はしんどいですね。ケンシロウたちのもとに束の間の安らぎが訪れる。そこに村を救ってほしいと助けを求める少年が現れた。少年の名はタキ。バットの幼馴染だという。タキの願いを叶えるべくバットの故郷へ向かうケンシロウ。その陰で魔の手が忍び寄ろうとしていた。我々のオアシスが見つかった。ここは父さんにじ。大事！シュー！シュー！ハッ！ハッ！大事！ハッ！しらえ！ハッ！こうして。なんと正規模は逃がさぬ。勝負案。貴様の血と傷で俺はさらに強くなろう。
バットの故郷に到着したケンシロウはたった一人で子供たちの面倒を見るトヨと出会う。熱い岩盤に遮られ手のつけようがない井戸。皆の願いを込めたケンシロウの拳はその井戸に水をよみがえらせた。役目を終え村を後にするケンシロウ。しかしそのよみがえった井戸を奪おうと野蛮なハイエナたちが村へ襲いかかる。ぶち殺してやる。これぞなんと白露剣の神髄。集まり返った村に爆音とともに現れたジャッカル。子供たちを守らんと銃を手にトヨは一人立ち向かう。だがジャッカルの狂人によりトヨは無残な最後を遂げる。お母さん。深い悲しみに包まれるバット。トヨの死に怒りの感情を爆発させるケンシロウ。やつら地獄の果てまでも追い詰めてやる。苦行を重ねる狂犬どもを血まつりにあげるケンシロウ。フォックスをおとりに逃げようとするジャッカル。そのことに気づかぬフォックスたちは近隣の村を襲っていた。罪のない人々を平気で殺してきたフォックスにケンシロウが鉄槌を下す。貴様の処刑を始めようか。父さんに意地クイッシュ見切った。これぞなんと白露剣の神髄。
さねえぜ。返せ！シャンティア！誰だ？返せ！はっ！くらえ！はっ！はっ！はっ！遅い！かみ！かみ！やった！やった！勝負あり！ホット神拳は無敵だ。ぶち殺してやる！返せ！シュッ！ハッ！逃がさぬ！返せ！なんと正規門派！ハッ！返せ！なんと正規門派！勝負あり！バニはすでに貴様に死を与えていたのだ。死にてえのか？返せ！シャオ！返せ！シャオ！くらえ！くらえ！お前ごときでは俺に勝つことはできん。返せ！シャンティア！はぁー！行きた！ここまでのようだな。これぞなんと白露剣の神髄。ケンシロウの勢いは止まらない。次々と追い詰められ逃げ場を失うジャッカルの手下ども、その手下にも裏切られ
無様に逃げ惑うジャッカルの前に、ついにケンシロウが現れた。ここは通さねえぜ。ケンシロウ！これぞなんと白露剣の神髄。命からがら逃げ出したジャッカルが向かう先は巨大な牢獄ミレニープリズン。地下に眠る切り札悪魔の封印を解き放つ。お前か、閉じ込めたのは。憎しみに満ちたデビルリバースをジャッカルは嘘偽りを並べ悪魔さえも欺くのだった。死にてえのか。クレイシェッ！クレイティア！逃がさぬ！クレイシェッ！クレイ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 ！熱血クーム！無断領弾か！貴様の命は間もなく尽きる。貴様は我が術中にはまった優等赤炎部。ここだ。勝負案。鍵はすでに貴様に死を与えていたのだ。ぶち殺してやる。クレイシェクレイシェシャウハッ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 ハなんと正規モーター。
くらえ！せめて痛みを知らずに安らかに死ぬ。どうやらその化け物がお前の最後の切り札というわけか。お前が目を閉じ込めたのは。これぞなんと白露剣の神髄。呼吸法により極限まで力をため、深く飛行をつき、すべての肋骨を内側にへし折る。あとは死あるのみ。奴らのために祈る言葉はない。までで北斗の拳はまた別のゲーム収録するんでね、そちらの方も見てください。北斗の拳は今日はとりあえずここまでで、じゃあね、バイバーイ。